ことに。服も含めて変身できます。もともと着てる服と重なって裸んぼにならないといけないから恥ずかしいな。もう一つ教えてくれ。死柄木から裏切りの予定を聞かされたか。いいえ。オッケーだ。これから八斎会の一員として迎える。だが手配犯のお前らを自由にさせるわけにもいかない。指示のない限りはこの地下の居住スペースから出ないよう頼む。ヴィラン連合から来た病人ども、始めるか。病人どもが嗅ぎつけていることは知っていた。駒を揃え、そのための準備もしてきた。俺の計画は誰にも邪魔させない。相手は仮にも今日まで生き延びた構成員。くれぐれも気を緩めずに各員の仕事を全うしてほしい。今見つかるわけにはいかない。すいません親父、うるさくなりそうだ。だんまりか、駒の分際で。さっさと足止めに行け。俺たちが惚れたのは組長だ。人の命を何とも思わねえ頭なんざ誰もついていきやしねえ。王を生かすのが貴様らの存在意義だ。面倒だが見せしめも必要か。ファイナルラウンド、レディー。ヴィランを取り込み、独断で組の意向に沿わねえしのぎに手をつけてやりたい放題だ。そんなか、いいのか。組長がこの家のお体になったのも絶対に。なんじゃ、触れるぞ。目障りなんだよ。怯えろ。無駄だ、触れるぞ。やったらぞ、くらい。壊す、追い込む。エクセル。ニューストーリー。おとなしくしてたらオーバーホールに命取られちまう。うわ、捨て駒なら捨て駒らしく意地見せたらヒーローがなんぼらまんじゃい。今見つかるわけにはいかない。俺はここにいない。あいつらが勝手に暴れた。そういうことにしよう。そのために育ててきた駒だ。ビヨン、役立たずのせ、始めるか。駒に足止めを命じた俺たちは地下の奥へと潜った。騒がしいな。ちゃんと役に立ってるのか、あいつらは。クロノ、お前はこの対局どう見る？言いたかないですが、八斎会は終わりですね。組長と俺さえいれば八斎会は死なない。ほとんどの子分は組長派で俺の考えについてきやしない。俺こそが誰よりも組長の意思を尊重しているのにな。この完成品と結成さえあれば俺たちを再び返り咲かせることができる。今回の件も神塚にとっちゃいい話のネタになる。ヒーローが恐れる薬、やつらの好む響きだ。喜んで出資してくるさ。というわけで少しは働け、出向組。
始めるか。鉄砲玉発砕臭を送り込んでから数分、地下を進んでいた俺の目の前に奴は現れた。あの時のすぐ来れるような道じゃなかったはずだが、近道したんでその子保護しに来ました。事情が分かったらヒーローズラか、学生さん。根本、榊、相手してやれ。お任せを。任せろ。何？急に平行感覚が。足元がおぼつかねえな。俺もだよ。だから下は歩かねえ。俺に近づくなよ。酔っ払いが映っちまうぞ。おい、どういう個性だ。10日発動中はあらゆるものがすり抜ける。あ、口が勝手に。どこから湧いたかと思ったら。なるほど、それならミミックたちもスルーできるというわけか。物事を円滑に進めるためにエリさんを一度見過ごしたんだろう。そうだ、エリさんを見逃して自分が楽になりたいだけだろう。強制的に本心を語らせられ、全てを見透かされた気分はどうだ。止まって動けもしないか。そうだな、お前に保護されるなんてこの子は望んじゃいない。この子にとってお前はヒーローじゃない。行けよ邪魔者。時代遅れの始めるか。やはり強化薬で無理やり個性を底上げするのは体力の消耗が激しいな。だが何としてもこいつらを先へ行かせはしない。我々もはや下道に落ちた。立ち止まることは許されない。また壁に分断され、ヴィラン連合。違います、今は時代遅れの天然記念物、極道者のトガです。悪者なのです。地下を動かす極道が伊豆くんたちを分断してくれたので、一人になったおじさんを襲いました。本当は伊豆くんと会いたかったのですが、と思ったら伊豆くんが自分から。ロックロック偽物。
いぞ。こっち掴んできてる。楽しいね、イズクくん。もっと血出てた方がもっともっとかっこいいよ、イズクくん。刺すね。ここまでだ、トガヒユコ。ここで仕留める。イズクくんとお話し中です。邪魔しないでください。ファイナルラウンド、レディー。よろしくね。そんなもんか。刺します。軽い、入れるか。合理的、可能性の問題だ。
大ダム、よく切れる差し放題。加減はできねえ。対処だ、格闘だ。テストだ。可能性の問題だ。捕まるとはな。ここにしよう。目はいいんだ。注意一個お待ちです。焦る。まだ効かんさ。合理的に行く。叩き込む。処理しよう。処理しよう。疲れるだろうが。わかってください。一気に来るか。浅はかだな。叩き込む。処理しよう。合理的な技だろ。舐めるなよ。叩き込む。浅はかだな。かわせまい。かっこいい。もっとください。一気に来るか。たたき込む。疲れるだろうが。注意一個お待ちです。無理をするさ。バカの一つ覚えか。腰開け。疲れるだろうが。血の香りっていいよね。たたき込む。やりますね。ぐちゃぐちゃのボロボロにバイバイ。好きな人とゆっくりお話ししたかっただけなのに。まあいいや。お名前覚えててくれた。許すか。ごめんね、イズクくん。ゆっくりお話しできなくて。またね。先生！大丈夫だ。それより、トガヒミコはどこへ逃げた？出航してよかった。始めるか。ヤーコーがヒーローたちを分断したので、俺はラッパの兄貴と一緒にリーマンを襲うことにした。悲しいぜ、シガキ。ワクワクしちまうよ。予測を立てて先手を打つ。幾人もの未来を見てきたからか、近接において私はそれらが人より少し早い。ラッパの兄貴、ヤクザ使えねえな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。迅速に復旧。下手の考えか。やってるか。やったぁ。行け。危ねえぞ。よし、びっくりするぜ。行け、かっこいいだろ。読めて。それ。やってるか。読みどう。まずは。よいしょ。いや、余裕。よくやってめ。おれ。今なら。いけ、びっくりするぜ。そこだ、でっかんぱ。防げるよ。つまんねえぞ。締めるぜ。しゃあ、それせえよ。よそよりいけ、つまんねえぞ。よく落ちてくるぞ。そこ、死ぬ。ここすげえの見せたら。つまんねえぞ。よく落ちてくるぞ。どうしよう。つまんねえぞ。諦めることなど今。
ここ死ぬ。ここを通す。すげえの見せたら。ほら。なめんな。未来を。お前弱っ。いい勝負だったぜ。早いんだよ、壁が閉まるのが。あとちょっと遅れてたらやられてたぞ、ノロマヤクザ。協力してやってんだからそっちも頑張れよ。見ろ、マスクが破れちまった。まずいんだよ、まずい。下げちまうよ。やった、俺が分裂する。しないさ。包まなきゃ。下げちまう。包めば一つでしたっけ。トガちゃん、付き合おう。君は悪魔だ。始めるか。極道のしょうもなさにはジン君も私も飽き飽きです。やっぱり自由でいたいです。自由になるために、さっき伊豆くんとのおしゃべりを邪魔してきたおじさんに手伝ってもらいましょう。悲しいね、ジン君。マグネー殺されて責任感じてるのに、それでも耐えて決めた通り協力してあげてるのにね。なんてこのイカレガキども。協力先がしょうもないと報われないね。どうせきっと寝たきりの組長さんがしょうもなかったんでしょうね。我々もコケにする者許すまし。お前らも俺の個性、擬態で地球ごとすりつぶしてやがら。規制とともに壁が大きく動いた。そこが個性が消えた。レイサーヘッドに見られた。ごめんな、ヤコ。やっぱ好きにさせてもらうわ。バイ。私たち、始めるか。足止めは根本と榊が倒された。なんで来たらダメだよ。あの人に殺されちゃう。もう決して君を悲しませない。大丈夫、俺が君のヒーローになる。汚いな。戻ってこい、エリー。殺されちゃう？何度言ったらわかるんだ。お前は人を壊す、そう生まれついた。ダメ、やっぱり聞かなくていい。いつも言ってるだろう、お前のわがままで俺が手を汚さなきゃいけなくなる。お前の行動一つ一つが人を殺す、呪われた存在なんだよ。エリー、始めるか。先かい。気安く呼ぶな。そのまま捨てた。病気は治さなきゃな、学生さん。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。寄る辺がねえならうちに来い、小僧。名前は？喋るか。今さらなぜこんな夢を。よっ、さき、さきかい。
攻める。貴様は捨てた。ここっしゃ、見えてるよ。せいや、他の組が解体させられた。肩身が狭くなる一方だな。世界も聞きたくない。人の道からスタートは強覚しまいよ。キサギ、心のねえ下道に人はついてきよう。確信が必要なの。親父は俺の話を粉砕する。怒らせるな。そっちだ。怒らせるな。見切ったよね。消え去る。壊してやる。お前も世界も粉砕する。よいね。そっちで歯向かう。そっちで消え去る。おら、いってて。粉砕する。やるじゃないか。やるね。粉砕する。やるね。粉砕する。怒らせるな。オッケー。怒らせるな。オッケー。強いね。怒らせるな。反応させない。押されるか。ほっ、邪魔だ。そっちで。世界よ。なぜ。ヨルベがねえならうちに来い。小僧、名前は。喋れるか。今さらなぜこんな夢を。まして、チサキか。そのまま捨てた。無駄だ。ほっ、びっくり。余計な名前を。おら、ほっ、怖い。他の組が解体させられた。肩身が狭くなるだな。よく聞きたくない。怯えろ。無駄だ。人の道からそれたら強覚しまいよ。貴様、心のねえ下道に人はついてきよう。ねえ、確信が必要なんだ。親父は俺の話を。強いね。触れるぞ。やるね。まだ行ける。まっすぐに。はっ、壊して。怯えろ。やだ。ほっ、まっすぐに。浅い。ほっ、無駄だ。触れるぞ。やるじゃないか。先に手を出したのはお前らだ。ぐっそ。ふわちゃん、だて動け。ああ、汚いな。エクセレント。この小型。ああ、壊れても支障はない。すぐに修復すれば蘇生できる。原型をとどめていなくとも元通りに直せる。その子は身をもって知っているはずだ。エリが傷を負ったらどうする。この状況下、直せるのは俺しかいないぞ。抱えたままじゃ10日で逃げられない。逃げ道は封じたが、まだ俺と戦うのか、学生さんよ。その個性もこいつを打ち込まれりゃ消えちまいやす。だったら、体を隠して狙いをずらした。ヒーローのマントってカッコつけだと思っていやした。スリア戦オーバーホール。ヒーローがマントを羽織るのは、痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。